暖かい空気で膨らんだ風船は宙に浮き始め、その上のボートも一緒に空を飛ぶっていう計算なんだ。暖かい空気で風船がいっぱいになると、風船は本当に浮き始めたんだ。おお、すげえ、ボートが飛んでいくよ。わしの思った通りじゃ。さあ乗り込むんじゃ。光線は見事に飛び始め、ギミックは大喜び。やっほー。でも何かどこかおかしな気がしたんだ。ビディ、嫌な予感がするよ。なんか変だよ。うわぁ、うわぁ、気をつけろグラビー、ひっくり返るよ。バッグ、光線はひっくり返って墜落しちゃったんだ。何がいけなかったのかな。僕たち何回も実験して、ボートは風船の上に乗っけるんじゃなくて、風船の下にぶら下げなきゃいけないんだって気づいたんだ。そしてようやくひっくり返らずに飛べるようになった。いい眺めじゃこと。これでもう大丈夫じゃ。